皆さんこんにちは、森有です。ちょっとね、今まだね化粧落としてないんですけど、この眉毛と、あと今日はね、あの撮影だったのでコンシーラーをちょび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 っとちょび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 っとやったんだけれどもね、あとチークと、まあ、リップ、とりあえずね、ちょっと気になるものがあるけど落としていきたいと思います。韓国のね化粧落としなんだけど、なんか韓国行った時に買ったから、なんて安かわかんないけどめっちゃ落ちるの。こんな感じで、私はあの眉毛ね、ほらウェーウェーすごいとるっしょ。色塗ってるだけだからね、結構眉毛はそんなに変わらないですね。眉毛なんかなくなってるとかってそういうわけではないんですけど、今日っていうか私アイシャドウとかアイライナーとかやんないんです。あ、抜けちゃった抜けちゃった、最低、抜けた、ありえない。ここやぎし、気になるところわかる？みんなここ気になるわかるけど、私鼻毛見えてないから。私人生の中でニキビってできたことなかったのっていうのはね、今こうやっておでこ上げてるじゃん、なんか本当にこうやっておでこ上げた生活をしてきたんですよ。で、なんかもう本当に小中こうずっとこうやって本当にオープンにして超アクティブなねスポーツ女子みたいな感じだったんですけど、ちょっと今肌荒れがねすごいんですけどね、なんかねここら、うわすごいな、やばい、今ね人生最大に荒れてるかもしれないんです。肌がマジでやばいんです、ここやばくない？でなんかまずもうここがね、ここ人生で初めて大人ニキビってやつできちゃったんです。てかニキビ私できたことなかったの、こうやって上げてたからっていうのもあるらしくて、皮膚科の先生聞いたらね。でね、ここやばいっしょ、マジ荒れてて、ジェルラインっていうやつを使っていきたいなと思います。なんかこれは普通に使い方的には手のひらにとって気になる部分に使用してくださいって書いてあるので、普通にここ肌がね、ここ数日でねすごいねスケジュールだったの、だからすごい荒れて、なのでまあ悩みとか、あ、悩み書いてある、肌荒れと、あせもにもいいんだ、霜焼けとかひび、まあ赤切れ、ニキビを防いでくれて、油性、すごい油性、カミソリ負けを防いでくれてとか、すごい、日焼けもだよ、日焼けも、これからのね季節なんかあれじゃない、 UV ケア的なやつもできるんだね。洗顔後専用のベラを使って約2杯分手のひらにとって、気になる部分を中心に顎フェイスラインに優しく塗ってください。オールインワンジェルとして顔全体、首周り、デコルテなど体にも使える。すげえかわいい、なんか顔みたいになってる、ほら顔みたいになってる。多分動画みんな見てくれている中で、見ている中でさ、森有り多分一番肌荒れてんじゃねえぐらい荒れてるでしょ今回。やばいよね、私こう本当に多分やばいと思うの、だからちょっと使っていきたいと思います。こんぐらい、とりあえず適度に取るね。あ、すごい肌に、あ、わかるわかる、あすごい、これ本当にあれなんだ、浸透する感じなんだね。もう私ここのデコがなんかとりあえず肌荒れが気になるから、もうこんな感じつけていく。でもでここね、ここね、ここ大事よ、ここ髪、大人ニキビでも予防だから、ここはとりあえずちゃんと塗っときます。でもニキビも予防できてさ、肌荒れもってすごくない？だからもうオールインワンゲルとして、だから私化粧水とかぶっちゃけあんまり毎日のようには使えてなかったんですね。で毎日こうなんかいろんなのを使ったりとかしてて、だリンパマッサージとかもしながらでいいのかな、こんな感じでいいのかしら、使い方がわからない、女子力の高い人教えて本当に。でもこれ、ここ大事よね、この小鼻の乾燥してる部分、やっぱ今乾燥ひどいからさ、やっぱこうやってやるの大事よね。とりあえずここはねマジでやばい、 CM 誰じゃん、こうやってどんだけ肌に入ってますよみたいな水分が、こうやってやるの好きなんだけどさ、すっごい入ってる。多分前にオトフェチで多分リンパマッサージやったんですよね。なのでオトフェチがで説明すると、はぁみたいな、何やってるのみたいな感じになっちゃうかな。ちゃんとこんな感じで喋ります。はい、で気づいた、みんな背景変わったんです、引っ越したんです、こんにちは、アリが出てますけど。
全体的に使えるみたいだから、フォトフェチできる。全身っていうよりかはまあデコルテだね。ここからここまでのリンパは流す方法は説明できるかなと思うんだけど、足は太いから今見せられないんです。もう全体的に太いんですけど、はい、ということで盛り上げでございました。皆さんよかったらチャンネル登録ボタンとグッドボタンよろしくお願いいたします。気になる方は下に概要欄とかに載せておくので、ぜひよかったら見てみてください。それでは皆さんせーの、おつわり、バイバーイ、おやすみなさーい。